私の大好きな安藤博重の描いた名所江戸百景。その場面が今どうなっているのか実際に訪ねてみました。033の四つ木通利用水引き船は、現在の四つ木から宝町あたりにかけての引き船川通りの上空から俯瞰した景色になっています。広重の絵では川はくねっていますが、当時からまっすぐでしたので、絵の構図から広重が脚色したものだと思われます。まず最初に、国土地理院の地図をご覧ください。そこに、実際に広重が描いた引き船川を青い線で表しました。それに、広重の視点であろう地点に赤いグラデーションを入れてみました。これで大体の位置関係がお分かりになるはずです。この地図に明治初期、1867年頃の地図をかぶせてみます。この段階では荒川は隅田川で、現在の整備された荒川はまだ存在していません。これに現代の高低差のわかる地図をかぶせてみます。引き船川もわかりやすく黄色くしています。この地図で青くなっている地域は土地の低いところです。特に濃い青色はいわゆるゼロメートル地帯です。徳川家康が江戸に入城してから一番の問題は水でした。洪水でしばしば町が水没してしまうことと、飲み水を自給自足できないことでした。もう少し広域で高低差のわかる地図を用意しました。この地図で青くなっている部分はもともと海だったところ、濃い青の部分では井戸を掘ってもほぼ塩が混じる水でした。そこで玉川上水などのように遠くから水を引いて江戸の町に供給する必要がありました。1657年、明暦の大火の後に埼玉県の越谷市から北葛飾の亀有まで水路を作りました。そこから四つ木、押し上げを経て本所まで水を持ってきたのが葛西上水、あるいは亀有上水と呼ばれました。1772年、上水は低い土地だったため塩が混じったりして飲むには不向きになって廃止、川は農業用水と船での運搬経路に生まれ変わりました。そこで、この頃からあまりに水流がゆっくりだったため引き船が出現し、上水は引き船川と呼ばれるようになります。広重も絵本江戸土産7編で解説を添えて書いています。四つ木通りの引き船道の掘り割りは8キロほどあり、新宿の川で合流している。ここを通る旅人は船に乗っていく。もともと幅の狭い川なので船に縄をかけ丘からこれを引いていくので引き船通りと呼ぶようになった。竿や炉で漕いでいく船よりその風景はなかなか風雅だ。解説を現代訳するとこんな感じです。この船旅は亀有で上陸した後、千住から来る本道と合流し、中川を渡って水戸桜街道となります。水戸方面や柴又帝釈天に行く観光客がこぞって利用したと考えられています。船をつなぐ綱は舳先より少し後ろ側、タコでいう糸目の部分の柱にかけて引くと、岸
岸にも寄らず離れずのうまいバランスで引くことができたのだそうです。当時この引き船を四つ木通り用水引き船と呼び、今の向島から亀有まで14艘ほど往復営業していたそうです。絵を上から詳しく見ていきましょう。赤い霞雲の向こうに見えているのは筑波山です。一部の解説では山の形から日光連山ではないかと言われていますが、方向的には筑波山です。その下に小さな橋がかかっていますが、これが水戸街道で、その手前、船が何艘かもやっているところが引き船の終点で、民家や茶屋らしきものも描かれています。中ほどでは川が大きくカーブしており、天秤棒の商売人や旅人に混じって船を引いている人が3人描かれています。船を引くにはそれほどの力も必要がなかったので、当時は近所の農家の老女などもこの船の引き手になっていたそうです。下段では船上の乗客もしっかり描かれ、綱をかける船の柱の位置も確認できますね。岸の土手には武家風の頭巾をかぶった人や、どこかに商いに行くのか氷を担いだ人も描かれています。また対岸を見ると土手が木の杭でしっかりと護岸されているのも確認できます。さて実際にこの場所に行ってみましたが、まず Google Earth のツアーをご覧ください。スタートは南側の水戸街道との分かれ道からです。平和通りとの交差点です。右に行くと本殿警察署です。上から見てもグリーンベルトがよくわかりますね。京成御花茶屋駅です。亀有1丁目の六砂路です。ここが終点で、右上青い屋根が JR 亀有駅です。大正8年に刊行された今昔大正江戸百景という本の中に出てくるその当時の引き船川の様子です。引き船川は他の都市河川と同様に高度成長期に生活雑排水やメッキ工場からの排水などが流れ込み瀕死の状態となっていきました。現在の引き船川は支流も含めて埋め立てられ、水路はありません。しかし広重の支点である葛飾区の区間は引き船川親水公園や四つ木メダカの小道という名前になって市民憩いの公園になっています。 Google Earth のツアーと同じ順番で実際の元引き船川を撮った写真を順番にご覧ください。まず最初が水戸街道から分かれて最初の信号の手前です。緑のパーゴラがしつらえてあり、その先を横切る道路は平和通りです。水辺のイメージでしょうか、立派な木道も作られています。そしてこれが別アングルです。今は水が流れていませんが、せせらぎのイメージで作られているのでしょうか。夏になると子供たちが集まりそうですね。ここは実際の昔の引き船川のイメージで作られたのかもしれません。左の小川から見るとこんな感じです。道は狭いですが公園の散歩道風です。この
枯山水風の道には水は流れていませんが、夏になれば石の間にせせらぎができるのでしょう。岸にも草が生い茂る小川のイメージですね。ここはお城のお堀のイメージで作られたのでしょうか。街路樹、散歩道、小さな小川と東屋です。今回もアップルマップの写真と実際にスカイツリーから見た筑波山を合成して広重の絵にはめ込んでみました。実際には絶対にこんな風には見えませんが、今回の曳舟川のイメージとして大きな気持ちでご覧ください。